低資源は、清中華民国、満州国の政治家、軍人、外交官。暗記派に属した。字は、相田さ、号は、相沖な。最終階級は、新軍政三領、北洋陸軍中将。1895年、天津北洋水志学堂を卒業し、翌年に、武,軍府表彰尉及び武衛佐軍副軍校に任官。 間もなく今日参領に昇進した。その後、上海西洋羽大学に進学、1902年に卒業すると、イギリスに留学し法律を学んでいる。1904年に帰国すると、北京数文門関税総計算、州定法律館内をさむ館、連平所、ころ、軍政主法律家監督を歴任、1906年には、陸軍政参領となった。1907年、 留学生に随行して、フランスに赴き、帰国後の1911年に陸軍部、軍法司長、高等巡警学童総弁、州定法律委員会委員などの職を歴任した。武将起義が起こると、陸軍大臣行営ところ副官長兼、総集法官に任命され鎮圧に向かう。帝の立場は、鎮圧軍司令官の、正、三参謀長の駅の県に次ぐ地位であった。 中華民国成立後、鎮圧軍側であった帝は、しばらくの間天津に偶居する。翌1913年、北京政府へと参加、陸軍省省参議に就任し、さらに陸軍京都等なども務める。翌1914年1月、交換席監督、4月に、観光工順後とよろし県、6月には、外交部徳箱北交渉員に任命され、 1916年、中条心へ。1917年7月、京水鉄路管理局局長。9月には、交通部交通研究会会員に起用される。1918年3月、大友党、ジョジソーラが暗記派の支援政党である、安福クラブを設立すると、評議会会員となる。12月、京関鉄路管理局局長も兼任した。 翌1919 19年4月2日、国務院交通部航空ごとよ、光備所,所長、龍園鉄工講師会弁、大総統富士重部官を務め、10月10日に中場となったが、翌年罷免された。さらに、軽水鉄路局での資金1000万銀元の着服が発覚。断気髄が安直戦争で大敗を喫し失脚すると、北京の日本公師館に逃げ込む。 在北京日本公使館1922年11月、指名手配解除となったが、天津に泊まり、1923年に、日経メディア、日報報館の編集者、翌1924年には同じく日経メディア、日日新聞編集長となる。11月、財政整理会副会長兼国内交際局総理、中央商工銀行中国がありじに任命された。また、 中方実業管理講師の自席等ごとを務め、翌年9月、中方実業管理講師下総理兼、東古都会副会長代理となる。後に、航空光備内所所長、暗黒軍空軍司令を歴任している。国民政府時代の1929年には、中華企業銀行経理に就任した。その後、停止源は満州国に転じている。 1933年4月に中日満州国代表公所が中日満州国公使館に改組されると中日代表の方官長に代わり邸が公使に任命された。1935年5月、公使館が大使館に改組されるに伴い公使を辞任。同年7月、満州中央銀行幹事に就任している。1945年、死去。 去年67、ありがとうございます。